ろしくお願いします。よろしくお願いします。これは40年ほど前に母が作ってくれた記録です。まだ一度も来てない。あ、そうですか。もう、ね、しつけが残ってますもんね。20歳ぐらいだったので、その頃にしては地味で、ちょっともっと大人になってからと思ってたら、もうぐっと大人になりました。いや、でもこれは今から切れますよ。赤使ってないし、いやでも紺やし、独特のテリアのし、吉田さん、八掛けの説明。はい、八掛け、一色ですのも、ね、使いやすいですよね。ここにこう赤がチラチラと飛んでるとまたね、これ赤飛んでないんですか。うんうん、これ人元がすりって言って、技法的にはね、手がかかったいい大島ですよ。超ええ。帯があんませんですよ。なるほどね。しかしこういう帯にはね、大体定番で染めの帯で合わせたんですけど、今は割とね、織りの帯で合わせる多いんで、帯の帯でどうレスキューするか、ぜひご覧になってください。お願いします。こちらどういう時というか、どういう場面を着ていきたいんですか。まあ、もう普段普通に普段ね、はい、うん、こういうのを普段サッと着たらかっこいいですよね、うん、ね、ぜひそれでレスキューさせてください。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、安田さんお願いします。はい、一番手安田の、袋帯です。これもアゼジでございますけれども、まあ、これも外国の、壁紙の柄ですけど、多分日本の文化が入った頃なので、ミスのようなラインが入ってるっていうのが特徴かなと思います。で、独特の、ちょっと綺麗な紫に薄い金箔なので、まあ、大島の邪魔にはならない程度かなと思って合わせてみました。かなりモダンテイストな合わせ方になったと思います。唐草のお花のところが、まあ、空織りといって浮き上がってますので、結構お腹の前の部分もこの立体感が出て、力強いコーディネートかなと思います。じゃあ今お願いします。はい、ちょっといろいろと悩んだんですけど、はい、まあ、本当にこちらの木肌の帯作り始めたタイミングで、全国の百貨店さんに大島紬と一緒にこの木綿の帯というのは暗記していってっていう歴史があるんで、非常にこう里帰りというのが、まあ、相性がやっぱりいいんだなというふうに、思っております。ただ、当時の色よりも実はこのステキアであったり赤グリーン黄というのも実はちょっと今の時代よりに、明るめにしたりサイド上げたりみたいな形で微妙なアップデートをずっと繰り返しています。まあ、ただやっぱ非常に相性いいのかな。八掛けの色もちょうどこういう赤みの色ですし、合わせていただいた時になんか、うん、もう元のお着物の力がしっかりあるということもあって、着物らしいエバーグリーンの普段着着物の良さというのをコーディネートに今回はさせていただきました。こちらの柄は、ちなみにハンモックという柄名で、ハンモックなんや、はい、糸車にしてよと。実はアフリカのハンモックの模様が、はい、になっております。で、まあ、太鼓の部分には見えないんですけど、まあ、ちょっとこの辺の模様が出てきたら、まあ、よりアフリカっぽいんですけど、はい、この辺の柄はどっちかというとハラモンになって出てくるよという柄になります。大島のこの黒がその泥染めの黒でしょ。ちょっと赤っぽいですよね。だからこういうような綺麗に合うんですよね。茶色っぽいというね。はい、お願いします。はい、3本目、オーバーの、これも九寸の名古屋帯になります。柄はですね、芭蕉の葉っぱね、芭蕉の柄なんですが、ちょっとこの2023年の秋冬はこういうちょっと無彩色というかね、いつものカラフルなもんじゃなくて、その無彩色を意識して作ったものなんですね。そのうちの一本で、芭蕉の大きい柄を大胆にしながらも、こういうね、ちょっと
この無彩色を中心にやってます。と言いながらもね、色はね、少しながらは使ってるんですよ。でも、サイド、目で抑えた、色彩にして、大人のオーバーっていうのね、はい、こんなのできるんだぞという、ことでやっております。はい、なんか西島さんってね、いつもね、こう、キス姿を拝見してますと、かっこいいね、おしゃれなキス姿なんで、西島さんやったらこういう番組がいいんじゃないかというコーディネートをしてみました。はい、呪文がウェーブじゃないことがあるんですか？呪文はね、ウェーブじゃなくて、これはこの間も聞いたっすけど、ヒガキだからね。ヒガキを呪文で言ってるんですけど、適沈みそうなんです。反転させてる。すごいでしょ。凝ってるでしょ。ごちゃごちゃしてるな。そう。はい。以上ね、各社の今回もなんか個性の明らかに違う3本が揃ったと思うんですけど、西島さんにとって、今回はこのコーディネートで出かけてみたいななんて帯はあったでしょうか？おお、あ、うち、はい、あら、あら、ありがとうございます。ありがとうございます。どれも素敵なんですけども、一番自分らしいのがこれかなと。葉っぱ、場所の葉っぱ大好き。小物の解説お願いします。はい、はい、小物はですね、まあ、着物と帯が割とこうその無彩色の色彩なんで、ちょっとその小物でね、色彩を入れてみました。まあ、金茶色ね。でちょっと帯締めは、立たしてみて、そして帯揚げはね、ターコイズブルーと、ちょっと綺麗めの色を入れて、現代調になコーディネートにしてみました。これでしたらね、着物も、は40年前のもんなんですが、コーディネートもね、全然古臭くならないコーディネートになったんじゃないかなと思います。いかがですか？素敵です。このターコイズで急にこの青みが全体に広がりました。グッと今っぽく切れます。になりました。お土産ってね、あんまり出ないんですけど、やっぱちらっと見えますからね。引っ張って言ってくれますよね、毎度。着物の持ってる茶系の色じゃなくて、青方のスッキリ感を引き出してくれてるような印象があります。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、では今回西島さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いろいろレスキューお役に立ったでしょうか？はい、すごく嬉しいです。ダンスに眠ってた着物がこれで生き返れると思います。ぜひ来ていただきたいと思います。以上、京都西陣から西陣180でした。また来週。